ジロナ戦の久保僕見てないっすよ、ごめん。そんな良かったの？なんか2ゴールに絡む活躍。あ、ジロナ戦の久保エグいっすよ。あ、そうなんだ。やばいっす、やばいっす。どんな風に？もういつもの感じで？ドリブルもすごいですし、うん、まあ、ライン間で引き出すのとかもすごいですし、うん、ちょっとシルバのスカサピ動いた後の、その後手の動きとかも、うん、もう全部完璧だったっす、ね。そうなんだよね。うん、だって久保数字残さないとビッグクラブいけないと感じて、ゴールに直線的なプレーが増えた気がします。うん、なんかそういうの感じる？あ、でもそうですね。もうペナカドとかでカットインしてのシュートの意識とかはだいぶ高くなってる感じはします、ね。仕掛ける回数増えたかな、うん、増えたっすね。ジロナ戦キック精度だった。俺久保気になるのが、やっぱりかわした後のファーまでクロス送れないとかなんだけど、あ、でもそれも結構五分五分で、うん、そのシルバー点取った時久保からのクロスだったんですけど、それは超えたんですよ、うん、あ、そうなんだ。で、超えない時も多いよね。超えない、やっぱりニアに引っかかる。あ、あるっす。それはでも結構確率的に言うと結構 50% ぐらいなのかな、うん、今。そこだけだと。だから俺の持論で言うと、多分久保は、ストライド長くないじゃん。あ、そうです。で、めっちゃボールをさ、細かくさって抜くじゃん。うんうん、で、その時に久保って、へそ下からボール出さないんです、うんうん。そう。だからこそ、かわした後に次つつかれないように、体の近くボールを置いてたら、あの、ロングキックとか、うん、インフロントで巻きたいキックの時に、ボール近くありすぎて蹴りにくかったりするんだろう、ね。ああ、それありますね。うん、あ、それ気にしたことなかった。まあ、持論っていうか、俺めっちゃスローにして見てそう思ったんだけど。うん、マジその可能性高いな。あ、確かに。あ、それ、そこ俺見てなかった。そこで、その観点で見てなかったの、うん、俺。そうだけど、これは直すの難しくて。だって、それでさ、うん、大きく蹴り出したらさ、ね、次が来るし。久保の良さが出なくなりますもんね。うん、そう、だから、これどう解決するのかな、みたいな。だって、今のサッカーってさ、ウィングがサボってくれるチームの方が少ないじゃん。うん、だから、久保がサイドバックかわしても、ウィングバックの戻りがあったら、それでやられちゃうから、うんうん、ね、基本的にちょっとドリブルしたらもう二人に囲まれる状況だからね。うん、だから久保がね、守備のところでもっと信用されるようになってインサイドハーフになるとか、うん、あのカットインからのロングクロスみたいなのを求められないところに置いてあげるのが一番いいんだろうね。あ、そうですね。あ、だから今のね、腕ボールの使い方が一番いいと思う。めっちゃ、インサイドハーフが俺のベストだと思ってます、ね。そうそう。インサイドハーフで撤退守備の時に高い位置に残る。あ、うん、あの、ディフェンスラインの間に降りなくていい守備のやり方。あ、何が一番ベストだと俺思ってる。うん、久保の話ね、基本ソシエダから出ないとは思ってるんですよ。で、マドリーってもう出番がね、どんだけあるかだし久保としてもステップアップするんだったら国内ではマドリーしかないんだけど、今のマドリー行くのは難しいじゃんってなった時に、じゃあチャンピオンズリーグ出られるチームで、キャリアの中でアリのところで言ったら、まあ、プレミアリーグ系か、まあ、セリアとか、まあまあね、フランスもあるかもしれないけど、の中で僕はセリアっていうのはめっちゃいいと思ってて、当然言葉の問題あるんだけど、まあ、久保ならその辺なんとかなりそうなのと、あとは、ナポリのサッカーがちょっとソシエダと似てるんですよ。前からしっかり守備行って、同サイドはめるっていう。で、そっからのショートカウンターっていう。ナポリってやっぱ上手い選手多いからポゼッションしっかりやってるように見えるっていうか、そういう現象は起きやすいんだけど、やっぱり、あ、ジエリンスキー上手いなとか、ロボトが上手いなとか、そういうシーンかなり多いから、それもちょっとソシエダと似てるでしょ。あ、ダビド・シルバーのためでなんとかなったな、みたいな。で、久保に関しては、その今、ナポリがやってるのは、まあ、ロサーノなんだけど、久保が行ったら、右ウィングのライバルは。で、あとは、インサイドハーフで、もしかしたら久保の強度が上がっ、今後も上がるし、年齢的には。っていうか、あとは、セリエも全部見てるわけじゃないからね。ただ、ラリーガより絶対強度高いかっていうとそうじゃなくて、プレミアよりは絶対落ちるから、この平均的なところで言うと。で、怪我もしにくいじゃん、プレミアよりも。ちゃんと審判がまだ笛吹いてくれるから。ってなると、アポリターノもいるね。そう。ってなると、右ウィング、どっちかのインサイドハーフってとこで、ポジションかなりあると思う。まあ、左もね、俺は適正ではないと思うけど、やれるし。で、その、ソシエダスタイルの守備でそのままいける、久保のどのコース切りながらのプレスがいいかっていう判断力生きる。あとは、ロングキックのところを、まあ、どんだけ精度高められるかっていうふうになるんだけど、ソシエダよりもいいのは、何がいいかっていうと、中のストライカーの質。まあ、押し面出ていっちゃったらどうなんだってあるけど、やっぱ、ソシエダだと、ちょっとそこが、やっぱ、セルノートが感じてねっていうの結構かなり多いから。というところでも、ソシエダからマドリーに行くほど、出番は減らないし、だけど、久保が今までやってきたところは、新しいチームでも活かされるようなチームスタイル。で、俺やっぱりね、久保はちゃんとボール持てるチーム。リーグの中でしっかり主導権を握れる方のチームに行った方がいいと思うから。ってなると、久保ってさ、まあ、ソシエダはその、ラリーガの中では、そっちの方のチームだし、ナポリなんかもがっつりそっちじゃん、セリアだと。そう。で、CL 出た時とかにさ、まあ、今回もね、
怪我人とかそこのね、コンディションのところうまくいったらもっと上行ってたかもしれないからね。そうだから、久保ナポリは、まだ現状の段階では、飛ばしの可能性は全然高いんですけど、本当に行くとしたら、かなり楽しみ。やっぱね、久保がプレミアに来てね、毎週、三笘だ、冨安だ、みたいな感じで、なったら配信者としては嬉しいけど、こう、日本代表にやっぱ勝ってほしいし、久保がね、代表でも活躍してるっていうので言うと、やっぱ怪我しないのが大事だから。そうなると、まあね、そう、来季もソシエダって言ってたけど、やっぱりね、この、大きいクラブで CL 出てるのは見たいじゃん、久保が。より一層、勝利に近い形でね。ってなると、ソシエダから行くんならマドリーだと安泰だけど、ナポリだとかなり見てみたい部分が、要素が多いなと思って、その話したいなと思いました。まあ、ナポリはね、うん、マフィアの街って言われてましたからね。Thank you.